この動画では、令和7年度大阪府立中学校入学者選抜実施要項に記載している内容を説明いたします。入学者選抜実施要項は、大阪府教育委員会のウェブページからダウンロードしていただけます。また、昨夜此花中学校、水戸国際中学校、富田林中学校、大阪府教育庁の高等学校課でも配布しています。それでは説明を始めます。 入学者選抜における募集人員は昨夜この花中学校80人水都国際中学校80人富田林中学校120人です。なお昨夜この花中学校ではものづくり・理工分野スポーツ分野言語分野芸術・美術・デザイン分野の4つの分野についてそれぞれ20人を原則とします。通学区域は府内全域です。 入学学後は保護者のととから通すすすることとしています次に応募資格です不立中学校に入学を志願することのできるものは小学校等を令和7年3月に卒業する見込みのもののうち1大阪府内の小学校を卒業見込みのものであって本人および保護者の住所が大阪府内にあるものまたは2 1>, 1以外のもののうち応募資格審査等が必要な場合の定めにより入学志願特別事情申告書または大阪府教育委員会の承認書を提出するものとしていますこの2についてどういった方が該当するのかを説明いたしますまず1入学志願特別事情申告書の提出を必要とするものに該当するのは 次の括弧1または括弧2の方です括弧1、府内の小学校卒業見込みのもののうち特別な事情で本人または保護者の住所が府内にないもの括弧2他府県の小学校卒業見込みのもののうち本人および保護者の住所が府内にあるものこれらに該当する方は入学志願特別事情申告書の提出が必要です。 入学志願特別事情申告書はこの様式になります。この申告書に必要事項を記入し、後ほど説明するオンライン出願システムによりアップロードしていただくことになります。この申告書は、府のウェブページからダウンロードすることができます。また、実施要項の該当ページをコピーして使っていただいても構いません。続いて、2。 不教育委員会の承認書の提出を必要とするものは、現在、大阪府外にお住まいの方で、小学校卒業後に大阪府内に転居される方や、日本人学校、外国の現地校において、日本の6年間の義務教育相当の教育を受けておられる方などが該当します。これらに該当する場合は、府教育委員会が行う応募資格審査を受けていただくことになります。応募資格審査の日時は、 令和6年12月2日月曜日から12月6日金曜日の予定ですなお、事情によっては応募資格審査よりも前に事前相談が必要となる場合があります事前相談のことも含め、8月以降に府教育委員会のウェブページに応募資格審査の詳細を掲載しますので、そちらをご確認くださいご不明な点がありましたら、直接府教育委員会までご連絡いただきますようお願いいたします 次に、にの配慮について説明します障害のある児童や日本語指導が必要な帰国児童等が入学者選抜において受験上の配慮を希望する場合は配慮事項申請書により在学している小学校長を通じて10月31日木曜日までに府教育委員会に願い出てください。申請手続の詳細等は、先ほどと同様8月以降に 副教育委員会のウェブページに掲載しますが、該当する志願者がおられましたら、期日によらず、速やかに小学校を通じて、府教育委員会までご相談ください。次に、出願について説明します。不立中学校入学者選抜の出願等は、オンライン出願システムにより行います。ここでは、 オンライン出願に係る主な流れを説明いたしますが、操作方法等の詳細については、府のウェブページにマニュアルや説明動画を掲載していますので、そちらをご覧ください。オンライン出願を行う際には、府ウェブページをご確認いただくとともに、令和7年度大阪府立中学校入学者選抜実施要項の22ページにあるオンライン出願に係るチェックリストに沿って進めていただきますようよろしくお願いいたします。 1, 1出願は1校に限るとしています不立中学校3校において併願はできませんまた昨夜この花中学校においてはものづくり理工スポーツ言語芸術美術デザインの4つの分野から1つの分野を選択して出願いただくことになります2出願期間はオンライン出願システムにより A. 志願者情報等の入力を令和6年12月4日水曜日の午前9時から令和7年1月8日水曜日の正午まで B. 入学検定料の納付を12月4日水曜日午前9時から1月8日水曜日の午前10時までに行ってください志願者による出願登録は終わった後小学校長に承認手続きを依頼してください出願は 小学校長の承認をもって完了となりその期間は令和6年12月4日水曜日午前9時から令和7年1月10日金曜日の午後2時までとなりますなお、オンライン出願システムでは志願者情報等の入力後在籍する小学校長が承認手続きを行わなければ出願したことになりません志願者にある出願登録は余裕をもって行い必ず期限までに 在籍する小学校長の承認を得てください詳細につきましては、この後、実施要項12ページも参照しご説明いたしますそれでは、3、出願手続きについて説明いたします志願者に行っていただくこととして、まず、A、在籍している小学校にマイページ案内の作成を依頼します マイページ案内は12月4日より発行が可能ですので府立中学校への出願を希望する人は在籍する小学校に速やかに発行を依頼してください。続いて B 志願者情報等を入力します。ここでは志願者名生年月日等の志願者情報や志願先校などの出願情報を入力します。またここで入学検定料の納付方法を選択します。納付方法は、 クレジジットカーード決済、コンビニ払い込み、ままたはページから選択します。次に B で選択した納付方法により C 入学検定料を納付します D 特別事情のある志願者の承認書等の登録につきましては応募資格審査を経て受験を承認された方や受験上の配慮を承認された方はそれぞれの承認書を写真等で取り 画像データをオンライン出願システムにアップロードしますまた、入学志願特別事情申告書の提出が必要な方は先ほどの説明の通り、事前にウェブページ等から様式を印刷いただき内容を記載した後、写真等で撮影して画像データをオンライン出願システムにアップロードしますここまでの入力や納付が終わり 出願ボタンを押しましたら、小学校に申し出ていただき、括弧に小学校長による承認作業に移ります。小学校長は入力されたデータや申請書等について、その内容が適正であることを確認し、承認手続きを行います。なお、ここでご注意いただきたい点がございます。繰り返しになりますが、オンライン出願システムでは、志願者の出願登録後、在籍する小学校長の承認を経て出願となります。 そのため出願登録は1月8日正午までに行い必ず期限までに小学校長の承認を得てくださいまた入学検定料納付後にシステムへの反映に時間を要することから納付期間の締め切りが8日の午前10時となっている点についても十分にご注意くださいなお小学校長の承認が完了したかどうかは オンライン出願システムのマイページから確認することができます画面には参考にオンライン出願システムのマイページ画面をお示ししていますこの出願状況欄が出願締め切り日時までに在籍高校長承認済みまたは出願完了となっていることを確認しなっていない場合は速やかに小学校に確認してください詳細につきましては、府・ウェブページの説明動画等をご覧ください 小学校長が承認したデータは、死亡する中学校長が内容を厳正に審査し、内容が適正であると認めたときには出願を受理します。出願が受理された志願者に対しては、1月14日火曜日午後2時までに、オンライン出願システムにより受験票を交付いたします。なお、出願データが志願先中学校長に提出された後は、志願者情報及び出願情報等の並行はできませんので、ご注意ください。 次に適性検査等です入学者選抜のため適性検査等を実施します適性検査等は1月25日土曜日午前9時15分から行います集合は午前8時30分です適性検査等の問題は小学校で習得される基礎的基本的な知識技能思考力判断力表現力 中高一貫校で六年間学び続けていくことができる意欲適性等を見ることを主な狙いとしています続いて、適性検査等における受験者の傾向品について説明しますかっこ 1. 検査時に机の上に必ず置くもの必ず傾向するものはあ、受験票、黒鉛筆、シャープペンシルもか消しゴム、直定着 コンパス「い」「昨夜この花中学校芸術美術デザイン分野の適正検査にのみ色鉛筆」これは12色のもので色の指定はありません。また「かっこに」「検査時に机の上に置くことができるもの携行してもよいものは」「あ」「鉛筆削り」「ただし電動式」「大型のもの」「およびナイフ類」を除きます「時計」「掲示機能」だけのもの「無地のハンカチ」 ハンドタオルもかティッシュペーパー袋または箱から中身だけ取り出したものい事件上の配慮により持ち込みが認められたものですかっこその他としてあ昼食昼食を挟んで検査を実施する場合い上靴靴袋 昨夜この花中学校スポーツ分野の適性検査にのみ体育館シューズ体操服上下絵12以外の身の回り品としていますなお次に挙げるものは検査室へ携行することができません分度器分度器機能付き定規計算器 携帯電話スマートフォン等の通信機器、ウェアラブル端末、電子辞書、IC レコーダー等の電子機器類、また、カバン・服等で文字や地図等が印刷されていることにより、問題の回答に影響があると考えられるものは、検査室に携行したり、着用したりしないでください。続いて、 各中学校の入学者選抜について説明いたします。まず、昨夜この花中学校に係る入学者選抜について説明いたします。選抜のための適性検査等として、適性検査1、2、作文、自己表現を行い、その総合点、150点満点により選抜を行います。適性検査1では、 国語・算数的問題として小学校で習得される基礎的基本的な知識技能思考力判断力表現力等を見ます適性検査2ではものづくり理工スポーツ言語芸術美術デザインのそれぞれの分野に関する才能の芽生え等を見ます具体的には A。ものづくり・理工分野については数学的な見方や考え方等を見る。E。スポーツ分野については基礎運動能力を見る。検査項目は12月ごろ府のウェブページに掲載を予定しています。U。言語分野については文章による表現力を見る。え、芸術・美術・デザイン分野については色鉛筆を用いての表現力・描画を見る。としています。 一番下の作文、自己表現は300字程度とし志願者の志望動機や興味関心等を見ます時間割はお示ししている通りです第1次の適性検査1は45分50点第2次の作文、自己表現は15分20点第3次の適性検査には60分80点となります午前8時30分に集合し すすてののの検査が終了するのは、12時10時分の予定ですスポーツ分野では適性検査等の時間や配点は他の分野と同じですが適性検査2の前に着替え等のための準備の時間を設けていることから終了時間が12時25分となる予定です。 次に、水戸国際中学校に係る入学者選抜についてです。選抜のための適性検査等として、適性検査1、2、3を行い、その総合点280点満点により選抜を行います。適性検査1、国語・英語的問題、適性検査2、算数的問題では、小学校で習得される基礎的・基本的な知識・技能、思考力、判断力、 表現力等を見ます適性検査3では、物事を多面的に深く思考し、論理的に表現する力等を見ます時間割はお示ししている通りです第1次の適性検査1は、国語的問題が45分100点、答案開始を挟み、英語的問題が10分20点、 第2次の適正検査2算数的問題は45分100点第3次の適正検査3は45分60点となります午前8時30分に集合しすべての検査が終了するのは13時20分の予定です最後に富田林中学校にかかる入学者選抜についてです 選抜のための適正検査等として適正検査123と作文を行いその総合点380点満点により選抜を行います。適正検査1の国語・英語的問題適正検査2の算数的問題適正検査3の社会・理科的問題ではそれぞれ小学校で習得される基礎的・基本的な知識・技能思考力・判断力 表現力等を見ます作文は400字程度とし中高一貫校で6年間学び続けていくことができる意欲や適性と自らの考えや意見を論理的かつ適切に表現する力を見ます時間割はお示ししている通りです第1次の適性検査1は国語的問題が45分100点答案開始を挟み 英語的問題が10分20点、第2次の適性検査に算数的問題は45分100点、第3次の作文は30分60点となります。昼食を挟み、適性検査3、社会理科的問題は45分100点となります。午前8時30分に集合し、昼食を挟んで全ての検査が終了するのは14時15分の予定です。 なお、ただいまご説明した通り、水戸国際中学校・トンダバイ中学校の適性検査には、英語的問題が出題されます。現在、フウェブページに令和6年の入学者選抜問題を掲載していますので、ご参考になさってください。また、英語的問題は、大阪版小学校で学ぶ英単語集をもとに出題いたします。こちらもフウェブページに掲載していますのでご覧ください。 続いて、入学者選抜について説明します 1. 適性検査等の成績を選抜の資料とし、その総合点により選抜を行います 2. 合格者の決定にあっては 1. 総合点の高いものから順に募集人員を満たすように合格者を決定しますただし、昨夜この花中学校においては、分野ごとに募集人員を満たすよう決定します 2. 学校の 入学自体者が生じた場合は、募集人員を満たすよう繰り上げ合格者を決定します。ただし、昨夜小野原中学校においては、分野ごとに募集人員を満たすよう決定します。この繰り上げ合格については、後ほど説明いたします。合格者の発表は、2月2日日曜日午前10時にオンライン出願システムで合否の発表を行います。 なお合格者の発表にかかる電話等の問い合わせには一切応じませんのでご留意くださいまた合格者の発表時にオンライン出願システムにおいて適正検査と作文の特典開示を行います続いて合格者の手続きについて説明いたします1合否をオンライン出願システムで確認します2合格者は 入学確約書を所定の期間内に志願先中学校長に持参して提出してください。もし合格した者の,の入学を辞退する場合は入学辞退届を提出してください3。中学校長は入学確約書の提出があったものを入学予定者として決定し入学許可書を交付します4。保護者の方は中学校長から交付された入学許可書を添えて 速やかに居住する市町村教育委員会に対して地元の中学校ではなく府立中学校に入学する旨を伝え就学先変更の手続きを行ってくださいなお入学許可書等の書類の見本は入学者選抜実施要項に掲載しておりますので後ほどご確認ください次に 繰り上げ合格者の決定についてです入学自体者が生じた場合は繰上げ順位に従い順次入学医師の有無についての確認を行いますこの繰り上げ順位は合格とならなかったもののうち総合点の高いものから順に決定します繰り上げ合格の入学医師の確認は電話連絡により行い2月4日火曜日の午後1時から午後4時まで予備日として 2月5日水曜日の午後1時から午後2時までを設定しています資格囲みの中、米印をご覧ください確認は保護者への電話連絡により行いますが電話連絡はオンライン出願システムに登録された保護者の電話番号にいたします電話に出られなかったとしてもずつ番電話への録音は行いません連絡が取れない場合や 保護者による確認ができない場合は繰り上げ順位を一番最後に回すことになりますのでご注意くださいまた繰り返しになりますが出願後に志願者情報と出願情報を変更することはできませんので事前に登録する電話番号を必ず確認しておくようにしてください中学校長は 入学意思があると確認できたものを繰上げ合格者として決定し、繰上げ合格通知書を交付しますので、入学確約書2月5日水曜日の午後4時までに志願先中学校長に持参して提出してください。その後の手続き等は、先に合格した方と同様です。中学校から入学許可書を受け取り、居住する市町村教育委員会に対して就学変更手続きを行ってください。 繰上げ合格者の決定について補足いたします。2月2日の合格者発表当日に合格とならなかった場合でも後日繰り上げ合格となる場合があります。電話連絡があった際に入学するかどうかの回答がすぐにできるようあらかじめ本人と保護者の方とで相談しておいてください。繰り上げ順位繰り上げ合格に関する問い合わせには一切応じませんのでご留意ください。 説明は以上です。不立中学校で学んでみたいと思う方は、ぜひ入学者選抜にチャレンジしてください。ありがとうございました。